タイヤの空気抜いたらこれぐらい下がる。タイヤ空気刺したら10センチぐらい下がる。うん、ちゃんとタイヤ直せんように横から刺さんやけど。今聞こえましたよ。父ちゃんの邪魔だな、これ邪魔だって言われてるよって。もう上がった。いやすごいな、やっぱ上がりも高いね。まだ映るのがいいよね。そこ思いっきりそこですか。もう重要ですよ。めっちゃ平気だよ。あの距離で上がるんだよ。今背中じゃないですか。すごいで。ああどこだ。捕まえきる。他の方に。ああそうかそう。下に頭ではさっきの方に合わせて。これ明日になる。この後行こうか。ガスのようなこの人間は、こいつ邪魔だな。直視したらどう？思んなく、思んない。昔こっち来んの？あのやつやろ、このレンズやとギリギリなんで。大きすぎて。うん、同じレンズだけどちょうどいいぐらい。あれ液晶で心臓が止まるわ、肺が止まる、こんな心臓じゃねえ、すぎや。そう、心臓が止まる、一歩手前で薬が効いた。やばかった、ほんままずやばい。ギロンバーナーね。うん、でも、歩くか、歩ける。全く動けんかった、指も動かんかった。歩ける。今はない、戻った。これできる。できる、できる。つま先がしびれてる。つま先がすごいやない。やばかった。あの最近ヘリコプターで運ばれたって言ってからメール送ってくるんですよ。いや、聞いたよね。そうだけど、その時にまだ指動きよった。ドクターヘリって、すごいじゃん、違う。毒ヘリに患者として登場したんですか？もうそう。見学じゃないですか。